バルバロエリスベルアルエバルエナエスカランテは、キューバ支援フェーゴス州出身の野球選手。ウトウミギウチ。キューバ国内リーグセリエ、ナショナルデベースボールのココデリロスデマタンサスに所属。2021年現在は、メキシカンリーグのプエブラパロッツに派遣されている。なお、キューバでは、アーバーナだが、MLB 機構では、アーウェイバーナと登録されており、U が省略されている。これは、 ユニフォームの名前も同様である。2010から2011シーズンに打撃面で成長を見せ、2011年10月に行われた第39回、アイブフワールドカップからキューバ代表に選出された。2012年11月6日に、サムライジャパンマッチ2012日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表に選出された。2013年3月に、 第3回 WBC のキューバ代表に選出された。11月にハイチを経由してドミニカ共和国へ亡命した。2014年2月12日にロサンゼルスドジャースと契約に合意したことが報道され、2月22日に総額2500万ドルの5年契約で入団した。AA 級チャタヌーがルックアウトで開幕を迎え、25試合に出場。 一本塁打六打点、打率。208の成績で5月21日にメジャーへ、昇格した。5月23日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、メジャーデビュー。8番、遊撃で、先発起用され、3打数無安打1四球3三振だった。この年は22試合に出場し、4打点、打率。195だった。オフの12月31日に、 ブレッドアンダーソンのメジャー契約に伴い、メジャーロースター40人枠から外された。2015年1月9日に、トリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ降格。シーズン開幕前に、球団スタッフとのトラブルが問題となり、5月21日に、度重なる契約違反を理由として、当初はチームからシーズン出場停止処分を課されたが、異議を申し立てたことにより、 6月19日に MLB 機構の最低で30試合の出場停止に処分が変更された。出場停止処分自体は5月21日から適用されており、異議申し立て期間中も出場していなかったため、30試合が経過した6月30日にはルーキー級からのシーズンスタートとなった。2016年5月4日、前年と同様の理由でチームから 残りシーズンの試合すべての出場停止を課せられた。その後も出場停止処分は解けず、2018年8月14日に解雇となった。2019年から2020年シーズンより、キューバ国内リーグのセリエナシオナルでベースボールに復帰。ココドリロスでマタンサスの一員としてプレーする。2020年11月2日に、 翌シーズンからメキシカンリーグのプエブラ・パロッツに派遣されることが決まる。姓はアーバーナで13文字。下式上ユータ、トット・ホランズワース、ティム・スプーニー・バーガー、スティーブ・ウジェコースキー、ウィリアム・バン・ランディンガム、カーク・ドレッセンド・オファーと並び、歴代でも2番目の長さを持つ。ちなみに、歴代最長の姓は、ジャロット・サルタラ・マッキアの14文字である。しかし、 MLB での登録名はアーウェイバーナで最後から4文字目の U が表記されておらず12文字である。ありがとうございます。